島がリリースする最新タックルの情報をいち早くご紹介するコンテンツ、島のタックルインプレッション。今回はソルトゲームから堀田光也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回ご紹介いただける製品は、はい、はい、ネッサリミテッドですね、うん、これとネッサの CI4 プラス、これですね、3つのね、竿が追加になったんで、それのねご紹介になります。はい、昨年はなんか賑やかな年になったと。そうですね、ネッサの、ね、リミテッドが、まあ、出たことと、あとね、まあ、新ジャンルの、ネッサメタルドライブですよね、これがまあ出て、まあ、このねサーフの釣り、まあ、ヒラメだけじゃなくっていろんな釣りにこれがでも広がって大きくねすごくこう盛り上がった年だったんで、すごいね勢いがあるんですよね。でそれがね今年またずっと続きまして、追加になったのがこちらの3本の竿になります。ネッサリミテッドといえば、はいはい、ネッサシリーズの最高峰ですね。そうですね、最高峰なんで、うん、まずね自重が軽いということ、はい、あとねこう手に持ってね軽いで、しかも、カーボンモノコックですよね、まあサーフアンガラーですね、まあこの所有力をですね満たすような仕上がりになった竿になります。具体的にはどこがどう違うんですか。はい、まあ、構造上今のね、まあ、先重りって持ち重りがないということと、まあ、このねブレのね収束がこれねすごい速いんですよ、うん、パッて投げてだいたい普通のね長い竿になってくるとどうしてもティップがこうボヨヨーンってなってしまうんですけども、それがもうピタッと瞬時に止まってしまいますので、はい、力の抜けがすごいいいんですよね。ですから、まあ、もちろんバーンとフルキャストしてもいいんですけども、はい、軽くピュッて吹くと想像以上の、うん、飛距離が出ちゃうのがこのネッサリミテッドの特徴。これはですね、はい、マッスルカーボンを使ったりとかですね、まあ、いろんなその辺テーパー考えて、うん、あとまあ3ピースですよね、ネッサ譲りの3ピースってこともあってこの調子が出せました。へー、まずね、うん、やっぱりリミテッドから言ったと思うんですけども、はい、これね新しく追加になったのがですねネッサリミテッドの、S100MH プラス、はい、まあ、MH っていうのは、まあ、ミディアムハードですよね、うん、にプラスがついてるんでもう完全にパワー系の竿、例えば 60g のメタルジグをしっかりこれ振り切って投げることができます、うん、そこは普通はショアジグの竿を使う領域なんですけども、うん、あのですねサーフの釣りやってると重たいジグを、ね、投げたい時って絶対あるんですよ。それどういう時なんですか。それやっぱり風が強い時とか、あとこう潮の流れが速くて、うん、でしかもこう深くてすぐこうルアーがビューって流されちゃう時はやっぱり重たい、ね、ルアーじゃないと無理じゃないですか、はい、そういう状況でやっぱり使ってほしい。うん、でしかもそういったところやっぱり大きな魚が、ね、いる可能性が高いんで、これは本当に、まあ、パワーの釣り、重たいものを投げる釣り、そして今度大きな魚を狙う釣りですよね、うん、はい、ですから、座布団ヒラメ、あとは僕これやってるんですけども、大型の青物、うん、実はですねこの竿を使って、鹿児島にですね今年の初めに行ってまいりました、はい、いつでも釣り気分というですね、うん、番組の方で行ってきたんですけども、その時ですね、浜から6キロぐらいの、うん、まあワラサブリぐらいですかね、おそのサイズをこの竿で取ってます。かなり大きいですけども、小さくはないと思います、はい、でちゃんとこれしっかり曲がるんですよ。うん、もしかしたらこれねパワー系の竿だから硬いのかなってもしかしたら思うかもしれないですけども、これね非常にですねしっかり曲がって、うん、でその反発で魚寄せてきて、はい、でしかもこれね10フィートにね押さえてあるんですよ、うんうん、これがね長いと今度逆にテコの原理で自分に負担がかかってしまうんですよ、ね、そうなんですね。そうだから飛距離を出すために長くしたいっていうのもあるんですけども、うん、今度長くすれば今度自分に負担が返ってきてしまいますんで、そこのせめぎ合いでこれ10フィートっていう長さに、それでこの長さになってるんですね。なってます。ちなみにですねだからネッサシリーズってこれでまあ、はい、リミテッド4本目なんですけども、うん、M プラスという差があるんですけども、うん、それが1010ですね、うん、10フィート10インチ、はい、で今度クラスが上がって MH っていう差があるんですけども、これは104ですよね。104ちょっと短くなりました、はい、ということはこれは MH プラスだからさらに短くなって10フィートと、うん、だからまあ操作性と飛距離と追求した中で、あとパワーで自分に負担がかからないちょうどいいところの長さ、これにしたのが、まあ、この新しい MH プラスになります。はい、その他はそうですね、あとね、はい、あと2本あるんですが、うん、まあ、ネッサリミテッドでやっぱり MH プラス出したんで、はい、今度ネッサの CI4 プラスですね、うん、こちらにもねやっぱり
10フィートの MH プラスを追加にしました、はい。まあ、ネスタリミテッドと CI4 プラス、はい、使ってるものが違うんで、そのまあカーボンにしてもね、はい、まあ、ガイドにしてもそうなんですけど、うん、やっぱりですね、あの同じにはならないんですよね。使用感のところ言ったらやっぱりリミテッドが絶対いいし、かといってじゃあこちらが全然ダメかといったらそんなことなく、しっかり使えるような基本性能を高めてあるのがこの CI4 プラス、下がね 10g あるんですね。お、あのやっぱりね、サーフの釣りってまあそのね、重たいものを投げジャンジャン投げてそういうパワーの釣りもあるんですけども、割と繊細な釣りもあるんですよ、はい、あのちっちゃいルアー使ってその辺とかピュッて流して、ね、釣る釣りもあるんですけども、うん、まああの専用品にはかないんですけども、まあじゃあどれか1本でやるって言ったら、ね、その幅が広いのがいいもんで、これは一応 10g まで使えるような、うん、まあ、そんなこの負荷にしてあります。はい、そしてね、今言った MH プラスもいいんですけども、はい、もっともっと僕は例えば繊細な釣りがしたいよって方もね、最近ね出てきていらっしゃいます、はい、これがですねネッサ CI4 プラスの S108MST っていう名前の竿です。ある程度長さがあって、今度軽いルアー、例えばですねこれ下からですね書いてありますけどね、6g から32g、 6g? もうかなり軽いです、はい、ST っていうのがですね、 ST、ソフト、ソフト、はい、その通りです。ソフトティップ、ソフチューブトップの、うん、まあ、ネッサの竿になりますね、うん、このね赤いスレッドのところ、はい、ここ3つありますよね、まあ、これがもう基本的にこれすごいよく曲がるような設計になってます。おー、いい感じに曲がりますね。曲がりますよ、ギューッと。これソフチューブトップですよね、はい、これが入って、まあ、あのチューブラなんですけども、すごいこれね食い込みがいい、うん、そしてルアーをこうリトリーブとか、あるいはこうアクションしたときにルアーを引っ張りすぎない、はい、あのどうしてもですね、例えばこれフィネスな釣りとか、前はドリフト釣りをするときっていうのは、あの強い竿だとルアーを引っ張ってしまいます。流れの中でこの辺に留めときたいんだよね、うんうん、あると思うんですけども、はい、そんなときこうやってちょっと引っ張ってしまうとルアーがどうしても前に来ちゃうんですよね、はい、それとあ魚行っちゃったって感じで輪なくなっちゃうんですけども、これは程よい感じでしっかりティップが入ってくれるんで、まあルアーを流す釣り、あるいは細かく操作する釣りの時にはですね、しっかりこれルアーを置いたまま操作できるっていうのがこのやっぱり特徴になります。あとやっぱりあのちょっとね、まあこういった柔らかいティップなので少し食い込みがいいのかなという感じもします。当たった時に、はい、当たった時に、まあヒラメはね、まあ、どっちかって言ったらもうこうガブッと、ね、吸い込みというよりはあのガンと当たってくる場合なんで、うん、そこまでねあのシビアになることはないんですけども、はい、あのその中でもですね、まあ、例えばマゴチが食ったりとか、うん、ハモが食ったりとかあると思うんですけども、まあ、シーバスもそうですけども、そんな時はですねこの竿を使ってあげると割と、まあ、快適でイメージ通りの釣りができると思います。結構いろんな魚種がいますもんね。そうですね、いろんなですね魚種釣れるのがこのサーフの釣りです。で、このね108の MST はですねやっぱり軽いルアー使うってことで、うん、あの手前のだいたい距離にしたら 50m 以内ぐらいの、うん、まあちょっとね叩かれて、擦れちゃって、うん、普通の重たいルアーじゃなかなか食わないよっていう状況で、はい、まあ、あるいは人が多いポイントでこれ持ってって軽いルアーちっちゃいワームピュッて投げてね、ヒューって流してみたりとかっていうような釣りに適した竿になっております。なんかそれぞれ楽しそうですね。そうですね、まあ、この、まあ、19年以降ですね、はい、まあ、パワーの釣りから、うん、そしてこの繊細の釣りまでですねしっかりこの、まあ、対応できるのがこのネッサになってますので、ぜひね皆さんこれ使っていただきたいですね。はい、さあ今回はサーフゲームの新製品をご紹介いただきました。堀田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。しまの TV チャンネル登録よろしくお願いします。